A bizarre incident occurred in the outskirts of an American suburb called Raccoon City. It was later revealed that the terrible disaster had been caused by the T virus, a mutagenic toxin created by the international enterprise Umbrella Incorporated for use in bioweapon experiments. The Raccoon City Police Department's Special STARS Unit immediately began investigation. The case was apparently closed, thanks to the efforts of STARS members Chris Redfield and Joe Valentine. But the Umbrella Corporation's experiments were far from finished. うわすごい、何これ。土石流？うわ突き破ってる。何なのこれ。これはもう人間の力ではないでしょう。天井がくぶれ落ちたって、こっちダメだ、向こうもありません、これいかんねえよ。はい、完全に塞がれてる。最近急に廃墟になったと思ったらこういうことか。裏からこっち行きました？階段だ。そっから行けるか。はい、開いてる。これはみんな被災したものなのか。名探偵コナン、子供がいたのかな。すごい。ひどい、あまりにひどい。部屋の中がめちゃくちゃだ。これも窃盗や不法侵入はどうとかそういう事件じゃねえもん。ひどい、もう天井近くまで落石で埋まってる。もう障子もそのままだ。
父さん。長さん。ん？どこ？205？え、どこ？え？長さん。2階？ここはもうホテルかと思ったけど、アパートかマンションですね。マックのこの抱き枕もったいねえなって言ってたけど、これあの何年か前に栃木県を襲った集中豪雨で土石流が発生したとか言うから、それだろうな。現役のホテルかなりやられたんですよ。建物が倒壊したりとか。逃げたのと違う。もしかして亡くなったのかな、水害で。開けました？開けますか？そう。CD。これ宝箱？まあ、若い夫婦と子供でしょうね、この感じだと。こっちの方の部屋、あ、行けますかね。ここは？あ、ここは塞がってるな。ドアは開いてるけど。足元の段ボールを外しますか。あ、でもこれちょっと面倒くさいですかね。何の音？あ、びっくりした。なんだ。野生動物が突っ込んできた。いや、タヌキか猫。骨がある。ここに布団が出てきたんですよね。ビビった。何の骨？骨です。お、
え、またいるいる。猫だ。ほら。いや。いや。選べないぞ。いやいや。じゃあさっきのも家族？おにゃ。いやいやいや。いや何でこの部屋にいたんだ？猫飼ってたのかな？カップもそのままだしな。もう一瞬にして生活を奪われたって感じですよね。思えないボロボロぶりだな。すごっ。まあでも一人暮らしならこれでもいいか。猫まだいそうですよね。ん、はあ、この様子じゃもう2階まで土石流が。多分ここだけじゃないですよ。んこの周辺の廃墟もみんな土石流にやられたんですよ多分。ひどいよ。やばいな。別の胸かな。隣は原因行ったことないですよね。多分舌だけが空いてるのか。まるで夜逃げでもしたかのような。誰も住んでないですよね。カレンダーは2010年ね。すごいじゃん、サマドンナ。まるで時間が止まったかのようだ。そのまんまだね。日本人じゃないよ。
そうな部屋荒れてんな。物色された後なのかな。いや物色あるでしょうね。この2011年3月の誰も隠れてないですよね、押し入れとか。まさかそんな死んだ。女の部屋にライターって怪しいですよね。タバコ吹いて、女でもタバコは吹んでね、不思議な話。いや、だってこれ、綾香って書いてある。これ、キャバクラかなんか。ああ、働いてる。そうそうそう。開けてみませんか。なんか変ですよ、この空間。うまい棒がそこら中に隠してあるのも意味わかんないんですけど、これ泥棒が来てもうまい棒だけは守り通すという強い意志が伺えますね。ビンゴのカードが、何かお店ってないんだろうと思う。何このティッシュ見て、出んなかもしれないっすよ。どの部屋も洗剤とかもみんなそのままだ。てかここ広いな。食べ物ばっかりだ。これ全部コーヒーだ。すごいいっぱいある。飲めるかな。郵便物もそのままだな。お入り。物を持って引っ越したんでしょうね、普通に。なんですけど、ベランダ貸しにできないですかね、他の部屋。ベランダ空いてますよ。そういうこと。はい。他の部屋のベランダも閉まってる。まあもちろん。行けない。そうか、マンションだから。今年の境って書いてある。もう引っ越す時にもうみんな置いてって、あ、引っ越し屋がみんな運んだんですよ。で、不要って書いてあるやつだけ引っ越し屋が持っていかないようになったわけですね。
創価学会の人だったんだ。宗教新聞がありました。すごいな、ラッキーラッキーが。いや、でも子供がいたんですよ、うん、多分。でもカレンダーどれも2010年や11年ですね。いたんですね。で、ここの部屋だけすごい荒れてるんだ。なんか人形とかありますね。ここ奥にあったらこの奥。土鍋がいっぱいありますよ。人形だなきゃね。なんだこの水。怪しい部屋。これ猫対策？ペットオッケーの物件なのか？これは。これちょっと気になるな、この辺は。どこでしたっけ、猫がいた部屋。これか。これ猫ドア閉めたら出られないですよね。これだっけ。
うわぁ、完全にバレてるな。これが1階か。平成27年にエレベーター運転を停止終了します。もしかして廃墟になった後土石流が襲われたのかな。ここはが原因とかそういうレベルの話ではない。自転車まで。